タイツ。タイツ、タイツは、一般的には、ストレッチサテンチ、ナイロンチなど伸縮性を持たせた布地で縫製された、フィット性のあるズボン。保温を目的とした衣類の一種で、腰から足のつま先までを覆うパンティストッキング型状の、フーターと呼ばれる製品が多い。また、タイツは衣服であり、靴下ではない。19世紀のフランスで、 舞台衣装として発明される。日本においては、靴下に分類されているパンティストッキングより、厚手のものがタイツと呼ばれているが、日本国外では、一般的に両者は、区別されていない。タイツはイギリスでの統一した呼び方で、アメリカ合衆国では、パンティホース、パンティーホースと呼ばれる。網タイツも、タイツと呼ばれるが、パンティストッキングに近い。女性向けのもののほか。 前開きなどの男性用もある。エアロビクス用や、レースクイーン用のサポート力の強いタイツもある。バレー用のファンデーション、インナーウェアとして、上半身部分のストラップ付けのトップと、下半身部分のタイツが一体となった、ボディタイツもある。スポーツ競技やパフォーマンス等で使用することを目的とし、頭部まで覆う全身タイツがある。全体ともいい、日本が発祥である。 日本国外でも全体で通じ全身タイツはレオタードからの派生である。日本では戦前、戦後はウール糸で編まれた厚手のバルキータイツが流通していた。1990年代前半からは一部の女子、中学生、高校生たちが履いていたが、2000年代以降はタイツを履く機会や関心が戻ってきて、多くの女子中学生、 高校生たちの間で流行して測れるようになった。暑さの単位はデニール、着圧の単位はヘクトパスカル。かつては衣類の衣替え同様、冬にストッキングからタイツへ、春にタイツからストッキングへ変えることが多かったが、2008年頃から冬に限らず、夏でも冷え症対策として、タイツを着用する若い生が急増している。2005年以降、 着用色別の売り上げは、黒色が大多数を占めるが、カラータイツと呼ばれる派手な色のタイツを着用するものもいる。2010年以降の売り上げは大色、黄色、桃色系が上位を占める。またチェック柄系やリブ系も人気が急上昇している。歴史的には中世ヨーロッパで、ショース、ホーズと呼ばれる、下半身を包む、桃引き状の衣服が男性用に広く着用された。 これは乗馬や運動のしやすさや防寒性の必要からの形状であり、現代のタイツの元祖といえるものだが、階層によって様々な形状のものが着用された。農民階級には左右が縫い合わせられておらず、通常は紐で腰に結んでおき、労働時には畳んで長靴下状にして激しい運動を行うというもの、商人、都市住民用に、 つま先がないものと様々な形状のホーズが存在し、素材も、絹、毛織物から、より粗末な素材と多岐にわたった。イングランドのヘンリー・パッセイの時代には、ショース、ホーズのふくらはぎ部分に詰め物をして、足を美しく見せるといった流行もあった。伸縮性を持つ素材がほとんど存在しなかったため、今日のタイツ同様、下半身を一体で包む形状のものは、 着用者の体格に合わせて売り上げる高価なものであり、結果的に経済力に余裕のある王族、貴族やギルドの幹部など一部不合しか着用できなかった。1963年、アメリカで世界初のパンティストッキングが開発され、発売された。これは全米の女性の間で大ブームとなったものの、日本では輸入品だったため、希少かつ高価で、 庶民には広まらなかった。その後、厚木ナイロン工業、現、厚木の創業者である、堀六介がアメリカから取り寄せたパンティストッキングをもとに開発を進め、1968年に初の国産品の製造に着手する。それ以来、日本の女性の間でも大ブームとなり、透明性と着用感を商品開発の主流としてきた。当時は伝染したものを修理する業者なども、 存在したほど高級品でかつ希少なものであったが、女性とパンティストッキングは日増しに強くなったと、形容されるほど量販体制になり、普及品となり、また、技術の進化で、電線や劣化のしがたい商品が開発されるようになり、社会人女性の通年の防寒用靴下としてや、女子学生制服の冬の寒さ対策として用いられている。 タイツは1990年代前半まで女子中学生、高校生にとっての身近なファッションとして愛用された。高校や大学のチアリーダーの間でもチアユニフォーム、一式として使用され、タイツを履いてからブルマー、またはコスチュームパンツを着用して腰全体を密着させ、足元はハイソックス、運動靴を履いて下半身を整えていた。それ以降は、 生足ブームの到来によって、社会人女性や一部の学校の制服、観光葬祭の場面でしか着用する機会や関心がない時代が続いた、1990年代後半以降においては、ルーズソックスブームが至るしたことも遠因である。しかし、近年のパンストタイツブームによって、再び中学生、高校生から社会人女性のタイツを履く機会や関心が戻ってきた。 社会人女性の通年の防寒用靴下としてや女子学生制服の冬の寒さ対策として用いられている。エアロビクスやシアダンスの大会でも着用され競技衣装と共に使用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。